決の勇者ガチャ。はい、かわいそうにね。はい、来い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 、クリスタルクロー。おかしくないこれ。おロリコンちゃん、松尾田です。あ、チョコです。はい、今日は久しぶりに来たね。伝説の勇者ガチャ。はい、伝説の勇者ガチャということで来ました。これ何、王者の剣。王者の剣ですね。王者の剣はね、ギガソード。強そうっすよ。当時のドラクエ3にはなかった特技やね。もう後からできたやつやな、これ。令和版。敵一体に威力 350% 連続性の斬撃ダメージ。強いっすよね。稀に自分の守備力を上げる。おお、なるほど。おお、いいっすね。空裂斬、空を裂く一撃で敵全体に威力 190% のバギ属性。ギガソードがいいっすね、やっぱ。欲しいか、これ。いや、欲しいっすよ。で、4突したら190ですよね、プラス。あ、そう。突兄さん、いいっすよね。突兄さんとか言うの、略すな。今まで4突兄さんって言ったのに、いきなり突兄さんってなんやん。やばい、喧嘩売りをしてみたいな、なんか。突兄さんって。4突兄さん。4突兄さんっていうか、とりあえず行こう。はい、とりあえず全部、揃うまでやるよ。お、4突は1000。全部4突兄さん。全部4突兄さんじゃねえ。ちょっと待って、最初にちょっとチケットあるけん、チケットから使おうか。じゃあ行きます。はいはい。どうかな。怪しいね。怪しいですね。あ、でもキラキラが多いんでいい傾向。あ、行こう。これ出たらすごいよね。これ出たら調子いいですね。来い。もういらん。出た、クリスタルクロー。いらない。はい、じゃあ次行こう。いい武器なんですけど、ね、ガンガン行くぜ。ガン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 、ね、ガンガン行こうぜ。20連目。ガンガン行こうぜ。あー、渋い渋いっすね、これは。あ、無理。あー、今回ワイルドシリーズが出たら浦野さんデコピンパチンで、なんか調理ルールなりを言うぞ。調理ルールなり。カキーン、カキーン。かわいそうにね。かわいそうに、いや、かわいそうになんか勝手に決められてさ、関係ないのに勝手にやられてね。だってドラクエウォークやってないからですね。やってますよ、ちゃんと。やりました？やってきましたよ、電車で。はい、30連目。はい。まだ上級職いてないんで、浦野さんは。それは、そうね。それはダメですよ。おい、1個。おい、1個。じゃあ、前かったら、翔さんは、出てくはい、来い。来い、来い、来い。クリスタルクロー。おかしくない、これ。リーチ。いや、何がリーチ。何がリーチ。あと1個で大当たり。いやいや、大当たりじゃねえよ、もう外れやん。クリスタルクローが外れないんですよ。もう当たりも何もないやろ。やばいな、これ。これちょっと渋いっすね。渋いね。あ、いや、レインボーの出はいいんやけど、レインボーの出だけじゃない、これ、はい、いいのって。来い来い。光のダクト。光のダクト。いや、これちょっとやばいね。え、これ間違えて FP ゾンビガチャ引いてんじゃないですか。いやいや、ちゃんと引きよう、引きよう。合ってます。合ってる、合ってる。いや、合ってるよ。いや、って勘違いするぐらい出ないよね。あ、いきなり1個来たぞ。お、お詫び。ほら、もう1個来た。お詫びってパチンコやないやん。1個来い。ワイルドジャケットワイルドボーイ召喚。まず1個目ね。あ、まあいいよ、続けていこう。続けていきましょう。はい、出た数でもうちょっと出た数貯蓄し課金課金。はい、2万円課金しました。これ毎回思うんですけど、はい、ピックアップって確率高いのに出るの少ないですよね。いや、出ないよね。おかしい。こんな出ないもんかね。だってあんな低い確率をクリスタルクロー2発は難しいんですよ、うん、逆に。ああ、そういうことね。あ、来た。またレインボー来た。そう、ここ7%なんで結構ね。来い来い。グレータックス。ちょっとひどくない、これ。合ってます、ガチャ。ほんとに合ってます。ちょっと待って、確認しよう。いや、合っとる、合っとる。合ってます、うん、合っとる。ちょっと行こう。次でも星5確定やから。確定ですね。いや、間違ってる説ありますもんね、今のは。いや、あんだけレインボー出てんのに。うわ、もう最後に最後だけやん、これ。お詫びだけですね。お詫びっていうの。しかも今時パチンコでお詫びっていう人もなかなかおらんぞ。じいさんばあさんぐらい。さあ、来るぞ。出れるのか。次だ。さあ、来い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 。おー、あー、綺麗。
綺麗響きましたね。やった。やった。これで終了でございます。いや、あと4つ。いや、まあ、ノートツっすよ。ノートツとかじゃない。ノートツって何？ノートツ、ゼロツ、ノートツ。しょうがないよ、だってもうこれ以上やりようがないよ。まだあれです、剣だけっすよ。裸っすよ、今。裸んぼですよ。まあまあ、ジェム残っとる剣やるけど。いや、裸んぼなわけないやん。ほら、見てみろ、お前。もう銀だらけやん。ほらこの戦いは無謀だ。もう毎回思うけどさ、このガチャのこの、これ4突しないといけないっていうルール、お前勝手に決めたやろ、お前。あ、オーロラに。おーおー、きれい。おー、熱い。いけるか、いけるか。お、1個です。1個。1個。あんなオーロラで1個。さあ、来い来い。外貨の鎧、外貨の鎧。あ、でもいいんじゃない、これ1回1回で、これ総裁っていうことでどう。あ、そうっすね。あ、そうそう、総裁しましょう、総裁。総裁したから、OK。4突もしかきーん、かきーん。でもさ、はい、あ、3枚目かな、これ、はい、何か、なんかこう引きたくないよね、もうなんか。いや、強いっすよ、4突持ってる人少ないっすよ、多分。いやいや、そういうことじゃないよ、はい、そんな言われたってさ、これだって装備のプラスもないじゃん、なもん、あの、職業の。あ、バトルモンスターじゃないですかね、確かプラス。嘘やろ、違うやろ。王者の特技、いや、なかったよ、特ってしか書いてない、特技の。あ、特技。じゃあ行こうか。はい、はい、次ピックアップ確定、行こう。もう終わりだ、もうさよならだ。さよなら、ドラクエウォークガチャシリーズ。あ、来た。お、え、3個頼む。来い、王者の盾。王者の盾。いや、王者の盾はもともと王者の盾はもともとあるやつ。別に喜ぶと思って、今一瞬おーってなったけどさ、ちょっと違うやん。ダミーやん、これもともとある。来い、来た、王者の剣。一突もうやめていい、あと三突。いや、あと三突じゃないよ。来い来い、王者の剣。2突、あと2突。いやいや、ちょっと待って。じゃあ続いていきましょう。はい、110連じゃないですかね。はい、110連。20やね。20ですか。1回ほらチケットでやってるから。ああ、120やね。120ないね。ない。ちょっとまずくない、これ。いやー、まずいですね。でもさっきの良かったよね。いいですね、2突してますもんね。うん、剣が2突。うん、あと2突。うん、更新しとや、頑張りましょう。トツキング。トツキングって何。あ、1個出た。いや、なんかさ、あ、やった、こいつなんかここでヒヨるってことは金持ってないやって思われるかもしれんけど、思っていいよ別に。それ別に思われたところで僕に何の損もないからさ、それいいんやけど、いや、むしろそこでさ、こう突っ張ってさ、引く方が損やろ。いや、強くなれるんですよ、いいことっすよ、バルモス倒せる。いや違う、僕ね、二階堂さんほど肉食系じゃないから、強くなりたいとか、人から遅れを取ってるからもうやめたみたいなことないから。この前もあったの、そのくだり。そう、二階堂さんほらね、あれじゃないですか、なんかすごい、なんか戦々強々としたというか、軍人じゃないですか、もう。アーミーですね。ね、もうやっぱりなんかちょ、なんかさ、こう売られた喧嘩を買うじゃないけど。そうそう、勝負は絶対引かないから。そう、僕そういうのがないのよね、野心とかさ、そういうのがなくて、だから企業、うわ、4つ出た。おー、ルームバックラいらんねん。なんか企業理念とかがないのもそこなんよね。別にそのなんかあんまりこう会社をでかくしようとか思ってないし。人生4突じゃないですか。来い、クリスタルグロー。おー、大当たり。3つ目。やだ。おー、鎧した。おお、なんで井森美幸したんですか。井森ダンス。来い、ワイルドジャケット。おお、ワイルドジャケット。ワイルド貯金。ワイルド貯金1やね。まあいい感じじゃないか。キンキラキンの金が好きやん。星5、1個確定ぞ。あ、1個確定ぞ、これ、うん、応急シリーズが出たら二階堂さんにワンポイントずつ溜まってきます。そうなの。そうです。1個や。引きが渋いっすね。うん、ちょっと今日はやばいね、もうやめようか。いや、まあダメですって言ってます。うわ、最悪、録画してない。うわー、画面録画が終わってる。ということで、音声だけでお送りしてるのがありました。ボンミス、
ボンミス。ボンミス。音声だけしかやってない。何が出た？鎧の下。鎧の下と。で、クリスタルクロウとワイルドシーン。そうそう。だから、鎧の下が出ただけなんで、まあ。外貨のヘルム。おお1対1じゃない。また、また総裁。はい、ということで行きましょう。ちょっと課金します。課金。お、出た。今日4ホーマーですね。これ4かね。4ホーマーじゃないですか。とりあえずもうピックアップ確定まで行こう。パンパンパン。とりあえずまあ4つね、レインボーが出た回があったんですよ。取れてなかったけど4つレインボーが取った回があって。来い。ゴシックパラソル。欲しい時に出ないのよね。昔欲しくてさ、ゴシックパラソルばっか狙ってめっちゃガチャやりよったんだけど出らんでさ。マヒャドが当時強くてね。強かったですね。来い。クリスタルクロウ出すぎじゃない？もう4つ目は確変中ですね。確変中やね。いらん確変やん。こんな確変いらんわ。いるこんな。でもそれだけでもう3突できますからね。もう3突できるね。お、2個2個来い。よっ。イモリ、ウェーフィー。これいいね。いいですね。あ、もう揃った？あと兜だけ？兜、盾もないですかね。盾なかったですよ今回。あ、盾もあんの今回。いやそう。盾あんのかな。嫌だな。ルンバクラ。ルンバクラ。もうルンバクラでいいや。え、盾あんの今回。あれ盾ちょっと待ってちょっと待って見よう。あ、盾あるやん。王者の盾でいいじゃないですかもう。盾は。王者の盾でいいや。いや盾あんのかクソ。よし、じゃあ行こう。とりあえず今上下と剣が揃いましたね。え、じゃああとはうわ、全部シルバー。あとかあとは兜とと、盾がに、あと剣が2突かすね。剣突すのが早いんじゃないですかね。よし、行こう。あ、1個出たけど、これピックアップ確定やからね、これね。何個出るかや、何個出るか。1個や、1個これ210連やね、これで。そうですね。もうそのさ、何百連もするのか、ちょっと何が出るか。来い一トツ。いや、もう一トツとかってそんな言われてもいや、もうこれ行くのか、こっから先どうすんのまだあと2つないですかね。いや、2つちょっと厳しいぞ、多分これ。今、あれですよ、頭と左腕狙いだったら負けますよ。いやいや、え、何？頭と左腕やられたら負けますよ。いや、負けてもいいよ別に。盾もないですし。いやいや、いいよ。頭すっぽんぽんすよ今。いやいや、頭すっぽんぽんじゃないよ。他に防具持っとるから大丈夫。え、でもさ、これまあ行くけど、一応行くけど、はい、お前自分の金やないけんつって、そうやってお前突っ込ませてからよ、この野郎。いや、四突、四突兄さんの称号があるんで。四突兄さんじゃねえ、1個一個!220連。四突ファンの皆さん、裏切らないんで。王者の剣。王者の剣。お、三突。あと一個。いやいや、もういいよ。あと一個突入まで。いや、ちょっと揃う前に四突するんじゃないか。四突。揃う前に四突したらもう終わろうぜもう。もう嫌だぜこれ。四突ファン大歓喜っすよ。いや、四突ファンって誰よ、誰おるんそんなやつ。あ、一個。二階堂さんがじゃないか、四突ファン。四突ファンなの？別に。違うよ。視聴者いなくなりました。4突視聴者いなくなりました。やる意味ないやん。俺おるかな。もう最後来いよ。来い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 。おお、盾きた。出た出た。イモリ。え、あと何？あと頭だけですね。頭、兜、兜だけ。兜と王者の剣1本、ね、兜と王者の剣の1本です。あと2個ですね。あ、でもそうなると王者の剣1本と兜引けば終わりな。終わりっすね。よし、頑張ろう。いや、頑張ろうってなんかさ4突することが目的になってない？ハードル高くない？4突とさ全部揃えるって。しかも今回立ってもあるんだろ。いや、きついやろ。来い。あ、来た。上もういらん。1つもういや、もうちょっともう本当にじゃあもう最後にしようぜこれ。もうちょっとほらバッテリーもないから。今トツレトツレってコメント来てますよ。流れですよ。トツトツって。あ、ダメだ、終わった。トツトツって来てます。ダメだ、終わったよ。
わかりました。終わったんですか。もう喧嘩した。ちょっと浦野さん、バッテリーを変えてください。茶金使うやん。いいね。これでスクエニさんの存続が決まりました。おめでとうございます。素晴らしい。素晴らしい。うん。次は260連。260連かな。まあ次はね、はい、星5確定やから星5確定。松尾さんのおかげで机にさんの社員の雇用を守られてるってことですね。大事大事ですね、うん、めっちゃ怒ってる。それなのにこんな出してくれない。それなのにちょっとマジなんでなんでこんな出らんの。マジや。こんなに引いてるのに来い。はい、ルーンバックラー。あ、もうこれもビンゴじゃないですか。大当たり。いや、もう覚えてない。3つくらい出ましたよね。いや、もう覚えてない。そんなの覚えてるやつおらん。いや、もうしんどい。誰だよ、四突兄さんとか呼び始めたの。誰ですか、四突兄さん。そんなの、いや、喜ぶやつおるか、そんな四突兄さんとかも。ガチャのタイミング10万ずつ使ってよ。バカじゃねえの、ほんと。そのうち名前のテロップ、四突兄さんになってます。いやいや、ふざけんな。うわぁ、四突兄さん出る音も課金で出ますね。うわ、また課金やこれ。これ6枚目じゃないこれ確か。6枚ってバカげとうぞ。普通に考えて。そうですね、旅行に行った方がマシだって言われるわそら。それ言われるよそら。そうだよ。こんなお前スイッチもプレステ4も買えるわこんなんやったらよ。うわ出らん。ちょっと待って、やばいやばい。次ピックアップ行こう。次で決めたい四突ゴール。行こう行こう。これで2個出てくれれば、っていうか兜出なさすぎやろ。来い来い。一個ふざけんなもん。なん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 お前さ、これいや、こんだけこれ金かかるばい、これ多分ねえ。天井がないですけどね、うん、これ金かかる。いや、こんな恐ろしい青天井でこんなバンバン乗せていって、お前銀と金のポーカーやないんやけん。青天井やないか。来い来い来い、お願い。下やめてもらう。もう下下やん。下に下に2突目。下2突とかもうどうでもいい。上3突、剣3突、上1突。剣3突って何。剣3突じゃない。三突。いや、もうちょっとこれこれ終わりが見えん。これはこれどうする。ちょ、もう一回とりあえずいくよ。とりあえずこれ310連、10連、うん、320連か。20連目です。そうね、400連までで決めたいですね。あ、1個。お、突王の道も険しいですね。突王って何。突王。4突目。いやいや、ちょっとニコ生みたいな言い方するけど。めっちゃなんか人のところにさ、研磨しに行くみたいになったよな。おー、来い来い。やったー、来た。素晴らしい。イモリダンス。やった。終われる。終われるね。トツはいいんすか。え、トツいらんすか。あ、いらんいらん。3トツいいんすか。あ、いい。トツ兄さんならずですけど、うん、いいですか。あ、大丈夫大丈夫ですよ。うん、三突兄さんになりますね。これだってもう、あ、あと一回引こうか。もうとりあえず、とりあえずあと一回、あと一回引きます。トーツ、あの、残ってるんで。トーツ、トーツじゃねえ。あ、ダメだ。ほら、見てこれ。これダメだろ。ほら、もうさっきで終わっときゃよかったよ、ね。全然ダメっすね。さっきので終わっときゃよかったよ。もうとりあえず全部揃った。全部揃いました。うん、ということで、チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうきつかった。全種類コンプということで、ちょっとね、全種類コンプですし、やっぱこうドラクエ3にね、思い入れがある方ってやっぱ多いんですよね。僕ら世代からちょっと上ぐらいだと、うん、だからやっぱりこのイベントは熱いんじゃないでしょうかね。一番なんか結構あの思い入れがあるっていう人多いですもんね、ドラクエ3はね。思い入れありますよね、やっぱルイダの酒場出てくるし、なんか仲間システムがねできますね、あるし、いいんじゃないでしょうか。ということで、お友達もね、ご利用は計画的に。あの、マジでね、これガンガンやったらね、僕はギャンブルやるにしても、はい、何にしても冷静やからいいけど、はい、これ熱くなる人はこれ絶対引くぜ、これ。ガンガン。多分そのうちカード破産するよ、これ多分。そうです
うちはね、会社経営やってるし、会社の経費で使ってるから全然いいんだけど、本当に気をつけてください皆さんね。家にいるとはいえ、気をつけてね。家にいるってことは仕事が減ってるわけやから、ちゃんと考えて使ってください。四突ミッション大変ですよ。そう、金かかりますよ四突。ということでよろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。さよなら、バイバイ。バイバイ。いい感じですね。光の鎧のさ、この光沢加減が嫌いなのよ。わかる？鎧とかでメタリックな感じが嫌い。へー、あのほらドラクエのほら置物あるでしょ、あのモンスターの、あれでゾーマとかがやたらメタリックなやつとか、 あれ嫌いなんですよ。へー、だって本来の色と違うから。あ、そういうことね。そう、だからメタリックがあんま好きじゃないんですよね。なんでメタリックの良さってあるのかな。なんかキラキラしたのあんまり良くない？くない？まあ、かっこいいからじゃないですか、キラキラして。鎧もキラキラ好きですけどね、これは。